4月14日に起こった熊本地震。特に震度7を記録した益城町の被害は甚大だ。4月29日、幸福実現党の釈良子党首と同党の熊本県本部副代表を務める木下順子氏が益城町の災害対策本部を訪問。この日までに全国から集めた被災者支援募金の一部を寄付した。その後、釈党首は被災地を回り、被災者の言葉に耳を傾けた。本日、益城町の西村町長に全国の皆様からお寄せいただきました義援金の方を届けてまいりました。町長からは大変ありがたいということで、これからが復興の本番だと力になりますというお言葉をいただきました。幸福実現党もできることはすべて全力で当たっていきたいと思っております。この度の地震でお亡くなりになられた皆様に心からお悔やみ申し上げるとともに、被災地の皆様の一日も早い復興復旧ですね、心からお祈り申し上げます。こうした中、熊本市内にある木下順子氏の選挙事務所開きを行った。本当に一日も早いですね、安心した生活ができられますように、何か私もご支援したいという思いとともにですね、お見舞いそしてお祈りを申し上げたいと思います。私たち熊本県民はですね、人々の助け合いながらこれから日本をのためにもですね、新たな被災が起こらないためにも頑張って今復興に向けて頑張っておりますので、どうぞ全国の皆さんご支援本当にありがとうございます。これからも我々頑張っていきますので、全国の皆さんと力を合わせですね、より良い日本を築いていきたいと思います。頑張ります。幸福実現党では引き続き熊本地震被災者支援募金の受付を行っております。募金は全額熊本県を中心とした被災者の支援に充てさせていただきます。